2分いきます。はい、あ、それです。ワンツーで左歩いて、おお、こうかかってワンツーでダーンってドーンって、わかりますか？ワンツーで軽くいきます。ワンツーでワンツーで歩くなってバン、歩いてバンバンバン、もう一回バンバンバン、ガードを奪ってます。はい、マジいい感じ。なるほど。前に行っちゃう。はい、ああ、もう一回これ。むずい。ワンツーフックで、右見ですね。右、ラスト30秒。ワンツーフックで、後ろ下がんないで、横にそう、ラスト1分です。ラスト30秒。今日終了です。いや、この後スパーするかと思ってさ、あれしたけどさ、もうレベルが違う。いや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 、本当にやばい。でも行き上げした方があれじゃないですか。え？そうですね。パティも体重どんぐらいまで戻ったんですか。72ぐらいですか。腹筋が、そうなんす、腹筋が俺とコンテスト出た時よりさ、ちょっと見てもらっていいですか。これ YouTube 出すんですか。出すよ。いやいやいや、腹筋見せて。いや、腹筋も全然こんな、わ、すげえな。
まいね。やっぱうまいね。十数年やってっからね。うちの場合で一番真面目にやってんじゃない。ねえ。なんかこう、わって声するんじゃないですかっていう時に、はいはい、もう、蹴らそうみたいな。早いんだよ、綺麗ですよね。しかもさ、ちゃんと前かがんでここ行くじゃん。俺とかのけぞっちゃうからさ。いや、まさか、まさか、マッハでガチスパーが見れるとは。いやいやいや。分かってる。もう直径のコース。さすがにガチやったら、あれだよ。そこら辺のダンベルで。スパー後に。とはいえでも逆に忖度スパーは嫌ですよね。わあ、いや、忖度スパーみたいな、やられたみたいな。こういう人は。だってもう最近なんかもうちょこちょこ慣れてくるから。ああ、そんなことないじゃないですか。ね、5年ぐらい前ぐらいからちょっと反発してくる。ようやく顔を持ち始めた。なんか噂によると、なんか誰かに絡まれた時に大関さんの名前出したらさらに絡まれたみたいな話を。それパンチの友達っていうパンチの声さらに池袋で俺の名前出したらさらにやられた。名前出さなければよかった。そのクレームを俺にもらったところで仕方ねえだろって。おはようございます。ごめんごめん。ラスト1分。もはい。ラスト30秒。すごいっすね、すごいっす。顔が怖い。見出し方がすげえ。ねえ。教科書通りの。やっぱフェイントが効いちゃう。さっきのスーパーマンバッチ。完全に初歩的なフェイントなのに。食らっちゃう。
ラスト1分何よラスト30秒これラスト10秒やっぱ速さが違う。息が切れてないから、うん、俺威圧されてるから打たなくちゃダメなの。だけどこいつ散らすじゃん。全然違う。いや勉強になります。先輩にフック入れようと。少し抑えたんだけど手が高いから。すごい。見てて楽しい、見てて楽しいマスでしょうね。あ、違う、いやいや、3で志野くん蹴ってもらって、そしたら待て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 、もう一回もう一回パンツで受けるの練習、受けるの、もう一回ちゃんと受ける、受けるの練習、待ってちょっと慣れさせて、はい、すごいよ。ミドルってこの辺じゃん、パンツのミドルこの辺だから、でもこの辺で、はい、うん、ね、ね、全然吸収しねえじゃん。痛いよこれ。どっちが、こっちの方がですか。え？左ですか。待って、パンチどっちが。あ、どっちだっけな。こっち注目蹴ってもらって、うん、そしたらそっち構えてもらって、そしたら右蹴ってもらう。そしたら自分左蹴るんで仕事右蹴ってもらう。ずっと蹴り合いできるんで。はい。いいですか。軽く、はい。どうぞ。危ないですよ。怖い。ラスト1分。されてるぞ。俺の受けが正確だ。ちょっと待ってください。すごいっす。交換です。こっちにしますか。はい。どうぞ。汗だくになりましたこれ。いや全然全然。すごいっすね。いやこれね、ちょっと俺が動いちゃうから、パンチが打ちづらいんだよ。だからで動いちゃうじゃん。で自分が痛いかもしれない。ちょっと連鎖ですね。それパンチさんお願いします。蹴って。こっちの方がいいか。約1分ほどやりましたね。なんでこんな辛いの。でもパンチ君こっちの方がいいです。本当ですか。はい、なんとか強いな。今右左右左ですよね。そうですね。であとこの先はどっちでもいいんで構え方を打ってくるっていう。いや、ああなるほど。怖い間違ったら事故じゃん。あ、大丈夫です。構えた方にってことですよね。逆に大関さんが構えてない方蹴っちゃったら大変っていう。ああ、まあ一回あるのこれ。構えて、先生が構えてない方に蹴ったら
ここの肘に俺打っちゃって。ああ、痛いやつですね。で、2、3日5秒です。これもでも練習しといたら怖くなくなるね。そうですね。最初怖かったけど、少しずつ慣れてくるんだけど。あと蹴りが、やっぱ蹴ってる方が蹴りが上手くなるんで。パンツの音がすごいっす。ね。いやでも全然自分なんかプロと比べたら全然ですよ、やっぱり。いや、そうえ、はい、また今度自分、はい、左蹴ってもらって、はい、これ、そうですね、はい、いいですか、はい、スタートです、今、はラスト1分ラスト30秒ラスト10秒お疲れ様ですこれもう2日分ぐらいやったんじゃないですか2分長いこれ2分は長いすいません交互無理ですやりましょうよ、しげる君スタミナつきますよ俺、あしたに行こうすごいお前分かってんだろうなレバンテあとで鍵で傷つけてるかなじゃあお前この辺にしといてやるよ今日はこの辺にしといてやるよお前の新車守りたいだろあと部分的にさスモークにしたいパーツとかない出てくるから、はい、やるよあら、はい、だから今日はもう勘弁しろ先輩パワーもう死ぬわこれこれでも今俺一人でパンチの体力を消耗させてるけどみんながいれば怖くないあそうですよねみんなでかかればとかといればただなんで蹴りを入れてるのに俺がどんどん後ろ下がるのそれをつくづくずっと後ろ下がって回ってんだ俺ざけんなお前先輩に圧力かけやがってかけてないベバンって気づくてマグラにバナナ入れて焼きバナナやっちゃうでもあれリッターさんいやでも7、8ぐらい走ってますね今街乗りで街乗っててもそのぐらいで売ってますねあんな音してねすごい音したね、でしたね内装が赤なのがいやらしいよなそうっすね、赤慎吾くんのあれ見て赤、ああ、ポリシーねいいよね、黒赤あ、やります早かったな今じゃあ本日は最後締めくくりを、はい、マセラッティパンツさんが乗ってきてマセラッティ今日俺が乗って帰って彼にはエイプ50cc を渡して返します、はい、それが先輩だから
理不尽。5000cc と 50cc。 お疲れ様です。そして先輩をボコって、先輩よりも高い車でガソリンと排気ガスをまき散らし帰っていく後輩であった。